誰かのために、プロジェクトは、AKB48 グループが2011年3月24日から展開している、チャリティ活動。プロジェクト名は、チーム A サードステージ、誰かのためににちなむもので、ある一ファンの提案により命名されたという。2011年3月11日、東北地方太平洋沖地震及び、福島第一原子力発電所事故が発生した。 東京では、震度5強を記録し、AKB48 劇場が被害を受け、また震災発生当時仙台市に在住していた岩田カレンも被災し、当たり前にやっていたことが、実はそうではなかったと思い知らされたことから、今後1年間、震災と向き合って活動することを決め、手始めに、同年3月14日から義援金募集を、沖縄国際映画祭や、劇場公演で行い、 さらに、震災前から予定されていた2011年3月25日から27日の横浜アリーナでのコンサートを中止したものの、うち26、27両日については、同会場を利用し、チャリティーイベントを実施した。なお、誰かのために、プロジェクトと正式に命名されたのは、横浜アリーナでのチャリティーイベントについて発表した時で、ある。 2011年5月から被災地訪問を開始。震災1周年の2012年3月11日、活動を当分の間継続することを発表した。また、震災の発生した3月11日は、篠田真理子の誕生日でもあったことから、篠田は自身のブログで、これは私の生涯の使命。神様に指名されて、 世の中の役に立てと言われているような気がします。と述べている。2012年4月14日、宮城球場で開催された、AKB48 フライングゲット、風は吹いている全国握手会イベント、東北エリアにおいて、宮城県、岩手県、福島県の東北3県に、各10台ずつ贈呈されることが発表されていた、マイクロバス、アクバスが披露され、ステージ上で、 贈呈式も実施された。震災から2年となる2013年3月11日を前に3月8日18時から震災復興応援ソング手のひらが語ることの無料配信が行われた。11日当日は AKB48 グループのメンバー60人が6人ずつ10組に分かれて被災地を訪問。 一グループで複数箇所を訪問することはあったが、初めて同時に複数箇所を訪問。またこの日から、プロジェクトシンボルマークの色が変わった。2013年3月12日時点で、本プロジェクトに集まった、義援金の総額は13億円を突破した。2014年10月23日の42回目の、被災地訪問では、初めて、東北地方から離れ、 新潟県中越地震から10年目を迎えた新潟県小千谷市を訪問した。2015年1月15日の45回目の被災地訪問では17日に阪神淡路大震災から20年目を迎える兵庫県神戸市の防災訓練のイベントに参加した。2015年11月21日の55回目の被災地訪問では2015年9月10日に 発生した豪雨水害の被災地である茨城県上層市の復興イベント頑張っペ上層にライブゲストとして参加し初めて震災以外で被災地訪問を行った2016年4月14日に発生した平成28年熊本地震に対し本プロジェクトからの流れとして被災者支援のための募金を行った 2016年6月12日に復興庁主催のイベント交流ミーティングイン東京新しい東北を作る人々若者デーに出演した2018年7月5日に復興庁より東日本大震災の復興支援活動に対する大臣感謝状が贈られた2018年7月13日には西日本を中心として発生した 平成30年7月豪雨の被災地に対しても支援活動の対象を広げることを発表した。2019年3月23日の70回目の被災地訪問では三陸鉄道リアス線の全線開業記念イベントに参加した。2019年3月24日の71回目の被災地訪問では 初めて平成30年7月豪雨の被災地の一つである岡山県八景町で復興支援ライブを行った。2020年より新型コロナウイルス感染症の影響により被災地訪問などの移動を伴う活動は行われていないが劇場での復興支援特別公演やオンラインによる復興支援配信などの活動を継続している。誰かのためにホワットキャン I do for someone- マイナスを配信シングルとしてダウンロード量とシングルエブリデイカチューシャアルバムここにいたこと以降リリースされる CDDVD の売り上げの一部も義援金として拠出2011年5月から2016年3月まではメンバーが交代で被災した各地を毎月訪問してミニライブを行っており以降も不定期に訪問している 当初は、立ち行きからファンが詰めかけるのを防ぐため、公式サイトのスケジュールにも、日時、場所、参加メンバーなど予定は一切掲載されず、訪問先自治体など、関係機関に、のみに通知されていた。ミニライブの様子は、ドキュメンタリーオブ AKB48 取材チームが映像収録し、NHK のみが報道の一環として、ミュージックジャパン AKB48 Show。AK で公開している。メンバーによる被災地復興支援の活動のため、セレンドとのコラボレーション企画、つながれ、母校選手権を中止し、優勝校でのライブに使う予定であった予算を活動費に回した。大島優子は仙台に親戚がいたこともあり、知人がトラックを手配して、物資を届けに行くと聞くと、絶対に正体を明かさないから同行させて、 手伝いたいと頼み込んだり、秋元康志総合プロデューサーに、救援のために、現地入りさせてくれるよう懇願したという。3年目となる25回目以降は、それまでのミニライブを中心とした活動から、訪問地の活性化につながる支援活動や、PR 活動も行うようになった。各グループの劇場では、毎年3月11日に、 東日本大震災復興支援特別公演と、銘打った公演を行っている。2016年に、震災後初めて被災地で開催された第71回、国民体育大会の閉会式にも参加するなど、被災地訪問以外の活動も行っている。被災地訪問の様子、AKB48 Show のプロデューサーであった、石原誠が隊長を務め、セットリスト、 台本はすべて石原が書いている。同行するスタッフは石原も含め全員ボランティアである。2020年3月現在。この他に、岩手県山田町の山田観光物産館、とっとに展示されているジオラマ、山田町48の制作に携わるため、メンバーがプライベートで定期的に訪れている。ありがとうございます。